説明を聴取いたします。大西健介君。大西君。私は自由民主党無所属の会、立憲民主党国民社保無所属フォーラム、公明党および日本維新の会を代表いたしまして、本動議についてご説明申し上げます。案文を朗読して説明に返させていただきます。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、我が国における医療ニーズの高い革新的な医薬品、医療機器等の開発に対して、戦略的な支援を行うよう努めること。2、先駆け審査制度において、指定を受けた後に要件を満たさないことが明らかになった場合には、速やかに指定を取り消すこと。3、先駆け審査制度により、製造・販売承認を受けた抗インフルエンザ薬について、耐性ウイルスを発生しやすいことが指摘されていることから、その有効性、安全性等の状況を監視すること。4、条件付き早期承認制度の対象となる医薬品等の適用疾患について、生命に重大な影響がある疾患、致死的疾患、病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患、希少疾病といった重篤なものや、新生児に有効な治療法が確立していないものを中心とすること、またワクチンを含む予防薬について、条件付き承認制度の対象としようとするときは、特に慎重に検討すること。5、条件付き早期承認制度により、製造販売の承認をした場合は、速やかに有効性、安全性を再確認するために、厳格な製造販売後調査等を実施すること。また、承認を受けた医薬品、医療機器の使用に際しては、通常の医薬品、医療機器と異なり、一定程度の有効性及び安全性が確認されたものにとどまることから、製造販売後に再確認を必要とするものであることについて、患者に対して適切な情報提供がなされるよう努めること、さらに承認を受けた医薬品等の評価にかかる調査等結果の提出期限については、実施に必要な最低限の期間を品目ごとに定めること。6、条件付き早期承認制度によって、承認の際に付された条件を満たさなくなった場合には、速やかに承認の取り消し、または承認事項について変更を命ずること。7、添付文書の電子化にあたっては、添付文書の情報が改定された際に、それが直ちに確実に伝達されるための環境整備を図ること、また災害等により、停電やサーバーに不具合が発生したような場合の添付文書情報へのアクセスを確保するための方策について検討すること。8、これまで進めてきた医薬分業の成果と課題を踏まえ、患者の多くが医薬分業のメリットを実感できるような取り組みを進めること。9、健康サポート薬局の届出数が少数にとどまっている現状を踏まえ、その要因を分析して検討し、必要な対策を講ずること。10、製薬企業等からの医薬品等の臨床研究に関する資金提供の情報等の公表について、臨床研究法の趣旨にのっとり、さらなる透明性の確保が図られるよう、製薬企業等に対して趣旨の徹底を図ること。11、医薬品等行政評価監視委員会を厚生労働省に設置することについて、委員会の独立性に疑念を招かないように、細心の注意を払うこと。また、委員の利益相反がないよう厳格に監視すること、さらに委員には薬害被害者を含めること、12、採血事業者に対して骨髄バンクへの登録呼びかけを行うよう協力を求めること、13、新たな虚偽誇大広告に対する課徴金制度について、その抑止効果の評価を行うこと、14、薬機法等制度改正に関する取りまとめで提言された法違反時の役員変更命令の法定化について、本法の施行状況を踏まえ検討を行うこと、以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本案に対し付帯決議を付することに決しました。この際、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。加藤厚生労働大臣。ただいまご決議になられました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会をいたします。